はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は10月31日に新限定ハイライズが登場しましたので、こちらのグレード85以上全選手徹底解説を行っております。さあ、ということで、えー、今回ですね、パート3になりますね。よろしくお願いします。さあ、ここら辺からね、J1、J2 の境目とかにね、えー、入っていったりするので、もしかしたら今日 J2 の選手をね紹介する機会があるかもしれないんですが、さあ、果たしてね、えーまあ、このね、高身長限定になりますかね、 の選手たちの集まりなんですけど、はいえーまあ、特にね、CF、センターバック、ゴールキーパーというね、まあ、このポジションの選手が多いと思うんですけど、まあ、それぞれね、どういったカードが出てるのかというところをしっかりと確認しながら、えー、評価も、ね、しっかりと出していきたいと思います。よろしくお願いします。であとですね、今回こちらの限定登場に伴いまして、新スキルがね登場してます、えー。スカイエンペラーとパワフルヘッダーというね、まあ、この2つ登場してますが、 こちらの解説はね、パート1の冒頭で全て行ってますので、まあ、もしね、評価気になる方いましたら、えー、この動画見終わった後にでも、パート1の冒頭をね、見てみてください。はい、ということで、じゃあ早速ね、ここから選手を見ていきたいんですが、前回は名古屋グランパスパトリック選手までやってましたね。ということで、じゃあ続きやっていきましょう。はい、ということで、京都ね、原選手登場してますね。グレード98、バランスタイプで登場してます。 スキル構成がパーフルヘッダー、アーチドライブ、セレクトスキルにゴールハンター、フライングボレーが選択ができます。でチームスキルはスタメンオフェンス強化でボナセンオ金キンピープラス、総合値7292のオフェチが1797というね、カードになってます。はい。ということで、原選手のカードを評価していきたいんですけれども、ここはですね、まあ、クラちゃんは9.5でしょうね。はい。で、リーグも9.5で評価したいと思います。 はいということで9.5、9.5高評価になりました。見ていきましょう。まずはクラチャンなんですけど、今回新スキルね、パワフルヘッダー持ってますね。これ裏 IP70% ありますからね、めちゃくちゃ強力に稼ぐことができます。で、アーチドライブ来ましたね。はい。まあ、これ中距離シュートなんで、まあ、まずまずって感じですかね。はい。で、セレクトスキルにゴールハンター、フライングボレールシュート選べますが、まあこれヘッダーとボレーがちょっと役割かぶると思えば、 まあ、ゴールハンターで近距離カバーしてもいいと思いますし、まあ、フライングボレールでパワフルヘッダー2枚ね、自他で行きたいという人は、まあ、全然それでもいいと思いますしね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、稼ぎに行くときに、まあ、セレクトスキル両方、まあ、ゴルールハンの方がちょっと特別な役割は付与しやすいのかなと思うんですけど、 まあ、パワフルヘッダーがね、まあ、ウラ IP70 あるんで、これを発動目指せば稼げなくはないんですけど、まあ、全体的にスキルで稼げるかと言われると、まあ、ちょっとそれぞれがってなった時に、まあ、そのパワフルヘッダー以外のところが、ちょっと稼ぎにくそうなところは若干あるので、まあ、今回9.5にしましたけど、まあ、ただね、ワイドレンチとか、まあ、しっかり使ってる人からするとね、まあ、相性いいと思うんで、まあ、全然パワフルヘッダーだけでも起用する価値はあると思います。で、リーグに関しても、まあ、似たような評価になりますが、 パーフルヘッダーはね、いいと思います。周りしっかりワイドレンジとかね、アーリークロス系、まあ、クロス系、クロスサーの選手とかでしっかり固めれるんだったらいいと思うし、まあ、アーチドライブはね、まあ、中距離なんですけどね、射程距離までしっかり入ったら打ってはくれるでしょうが、ここまで入っていく自力がないんでね、まあ、ちょっとそこの面は苦労しそうかなという感じです。でセレクトもゴールハンター、フライングボレー、まあ、どっち選んでもね、プラスになりますが、まあ、役割かぶせないんだったらゴールハンターでいいような気がしますけどね、まあ、ボレーも使いたいんだったらボレーも使うで、悪くはないと思います。 まあ、えにですね、得点能力はあるとは思いますが、そのヘッダー以外のところがどうかなっていうところがちょっとあるので、9.5にしましたけど、まあ、今後ね、このヘッダーが、まあ、そうですね、普通のフォーカスとか、まあ、もしくはね、シーズンオフの限定とかに入ってきたりとかすると、さらなるね、まあ、リーグ用のカードというのは出てくると思うんですけど、まあ、今回の原選手もね、まあ、決して悪いカードではないんでね、まあ、ぜひ、このヘッダーをね、うまく活かせる周りが組めると思えば、ぜひね、しっかり使ってみてください。 はい。ということで、原選手もね、98の限定、来ましたねで。原選手自身ね、今までね、そんなにね、スキルね、恩恵もらってた感じしなかったんで、まあ、今回のヘッダーね、こうやってね、新しい新スキルとかしっかりもらって出てきたっていうのは、まあ、非常にね、このグレード98のカードが出たっていうカードの価値もありますけど、まあ、原選手の評価自体で言うと、まあ、当然ね、ここら辺のカードは狙える選手だったと思えばね、まずはやっぱスキルがある程度しっかりと使えるようなスキルで、まあ、出てきてくれたことがいいことではないかなと思いますね。はい。 ということで、まあ、まあね、今回、はい目玉カードになると思うんで、ぜひね、狙ってみてください。では続きまして、2人目ですね。さあ、ここは一守選手が、えー、登場しましたね。グレード97、スピードタイプで登場しています。スキル構成がダイナミックすバばエアフォートレス。セレクトスキルで絶妙の間合か、構成のロングフィードを選択できます。 でチームスキルはスタメンディフェンス強化でボナーセンキーピープラス、総合値7146のディフェンチが1739というね、カードになってます。はい、ということで、市森選手のこちらのカードね、評価していきたいんですが、ここはですね、クラちゃんは、んまあ、これは10でいいんじゃないでしょうかね。はい、10でつけましょう。で、リーグも9.5で、はい、評価したいと思います。 ということで、19.5というね、ここは高評価になりましたね。はい、見ていきたいと思います。まあ、クラちゃんから見ていくと、まあ、ダイナミックセーバー、エアフォートレスというね、この常設の組み合わせ。まあ、どちらも上位スキルで裏 IP30% ありますね。非常にいいと思います。で、セレクトスキルは間合い選んで、まあ、セービング3種で安定感を持たしながら稼いでもいいし、ただ一番ま、稼ぎのてっぺん見るんだったら、高成ドロングフィードにして、ダイナミックセーバー、エアフォートレスでしっかりボール取り切ってからのフィードまで繋げた方が稼げるとは思うんでね。 まあ、稼ぎにも振りたい人は構成ドロングフィードを推奨しておきたいなと思います。まあ、ただ、この選択が取れるというのは結構大きいですね。個人的にはね。はい、ということで。まあ、稼ぎに関してもね、まあ、文句ないし、ボナセも金イピープラスあるんで、まあ、これはもう重評価でいいんじゃないかなと思います。まあ、なかなかこれ以上稼げるカードがね、まあ、今のところゴールキーパー環境では見当たらないと思いますので、まあ、十分価値あるカードになっていると思ってください。 で、リーグに関してもね、まあ、ここはリーグだとセービング3種で安定感を持たせた方が、まあ結構バランスはいいかなと思うんですけど、まあより攻撃的に行くんだならね、高精ドロングフィードでも悪くないんですけど、まあここも選択できるもね、悪くないかなと思います。で、ディフェチもまあ1 7 3 9ありますし、まあディフェ、あとね、まあ、スキル強化とかディフェチ上げたりとかすれば、まあ全然強いカードになると思いますので、ここは結構リーグ的に見ても面白いカードになっていると思います。 はい。ということで、まあ、クラチャンでもリーグでもね、まあ、しっかりとスキルが安定してるし、まあ、あ文句ないかなと思います。まあ、リーグ面はね、ちょっとボナセンが金ディフェがないので、まあ、そこの分のちょっとおとりはどうしてもありますが、まあ、それをカバーできるぐらいのね、仕上がりすれば、ぜひね、そちらの方面も考えてみてください。まあ、非常に素晴らしいカードだと思います。はい。じゃあ続きまして、3選手目ですね。はい。ここは、えー、鳥海選手ね。はい。見ていきたいと思います。 えー、グレード86パータイプで登場してまして、スキル構成が空中戦の支配者、ハードタックル、パスカット。で、チームスキル、ディフェンスゴールキーパー、えー、ゼンパラ強化 A。ボーナスセンスがディフェンス20パーアップのプラス。総合値6087のディフェッチが1579というカードになってます。はい、ということで、鳥海選手のカードね、評価していきたいんですけど、ここはですね、クラちゃんは6.5かな。で、リーグは8で、はい、評価したいと思います。 ということで、6.5、8になりましたが、まずクラチャンですね。ここは空中戦の競り合いの上位支配者がね、フライピー30持ちで登場してます。で、ここにハードタックルパスカットなので、ディフェサンシ種持ってるんですが、まあ、ちょっと空中戦がね、まあ、展開上左右されやすいということと、まあ、あとはタックルとかほどね、発動頻度が高くないということを考えると、まあ、上位スキル持ちではあるんですが、ボナ0 0 EP もないとすると6.5ぐらいが、まあ、妥当かなと思います。で、リーグに関しては8評価つけました。 はい、8.5ぐらいプラスがあれば見てもいいかなと思うんですけど、まあ、ディフェッチもね、まあ、当然1579。まあ、まずまずのね、数値ありますし、まあ、空中戦の支配者 A スキルとはいいね。しっかり B にハードタックル、C にパスカットということで、ディフェンシ種持ってるので、まあ、能力値的に仕上がれば、まあ、ゼロではないかなと、可能性はね。まあ、ただちょっとやっぱどうしても、この C パスカット、B ハードタックルがネックになる可能性はあるので、まあ、比較的スキルがっちりした選手持ってると、その選手にはちょっと勝ちようがあんまりないかなと。まあ、それを勝てるぐらいの 仕上がりすれば話変わってくるんでね。で、モナセンディフェプラスはしっかり素材としてあるので、まあよほどディフェチがね、もう3000とか4000とか乗ってくれば全然起用対象になる可能性はあると思います。ということで、えー、トリ鳥海選手ね、まあ悪くないカードが来てますが、まあこれどうだろうね。まあ、ただ昨シーズンとかのカードに比べるとちょっと仕上がりが、うんっていうところもあるので、 ま、去年のいいカードを持ってる人からするとね、まあ、やっぱこれ以上のカードを望んでい、あの、行きたい選手だと思いますし、まあ、ただね、評価も、ま、しっかり別に落ちたわけじゃないですけどね、まあ、戻ってきてて、うん、ま、これ以上のカードも全然望めるので、ま、正味ここで絶対取る必要があるかと言われると、まあ、正直これ以上の89以上というところのカードをね、まあ、目指していきたい選手なんでね、まあ、そこは考えて狙うかどうか、えー、はい、えぇ、ー、考えてみてください。はい。<laughs> ちょっと締め方わからなくなりましたね。はい。 続きまして4選手目ですねこれ結構ピックアップワーク続きますね今回ねはいということでマテウス・トゥーレル選手グレード95スピードタイプで登場していますスキル構成がソリッドガーディアンパーフェクトスティールヘディングクリアチームスキルがスタメンディフェンス強化ボナーセンが金ピープラス総合値6988のディフェッチが1676というカードになっていますはいということでトゥーレル選手のねカードを評価していきたいんですけれどもここはクラチャンは9.5ですねでリーグは9.5 はい、評価したいと思います。はい、ということで、素晴らしいカードね、登場してますが、クラチャん面から見ていきますと、まず A スキルにね、ソリッドガーディアンありますね。まあ、これ、タックル系のね、最上位スキル裏 IP 50、裏 EP50%。はい、文句ないでしょう。で、A にもう一つ、パーフェクトスティールね、スティール系ですね。で、ヘディングクリアということで、ここディフェンス端子ね、しっかり持ちながら、で、しかもまあ、タックルがね、中心になって、まあ、稼ぎやすい構成になっているので、まあ、9.5は、 はい、つくでしょうね。ボナーセンキンピープラスもあって非常に稼ぎやすいと思います。まあ、クラチャン4位としては十分価値のあるカードだと思ってください。で、リーグに関してもね、まあ、ディフェンチも1676という高い数値を持ってますし、まあ、ソリッドガーディアン、パーフェクト、パーフェクトスティール、ヘディングクリアというね、まあせ、まあ、しっかりとディフェッサーの種持ってますから、まあ、これをね、活かしながら、まあ、ここに、まあ、ボナーセンがキンピー,ピーの分はちょっとね、まあ、持ってる選手に比べたらちょっとやっぱね、ネックになりますけど、 まあ、しっかりとね、ディフェンチ上げたりとか、スキル強化つけたりとかしてね、まあ仕上げていければ、まあ十分ね、壁にはなると思いますので、まあリーグ方面も可能性は十分にあると思ってください。はい、ということでトゥ選手、トゥーレル選手ね、やっと95の、はい、カードが来ましたね。まあ前半シーズンのね、活躍見てれば、まあ、金畑のカードは後半あるだろうなというふうな感じはしましたが、まあこんなに早く来るとはなというところですね。はい、ちょっと予想外でしたね。まあこの限定自体がちょっと予想外だったんですけどね。はい。 ということで、まあ、素晴らしいカードがね、登場してると思います。まあ、今後もね、こういった金畑系の限定というのはね、狙っていけるぐらいに評価の上がり方は今シーズン特にね、まあ、してると思いますので、まあ、これ以降もね、まあ、当然リーグ用のカードとか狙ってる人はね、まあ、リーグ用の95以上のカードとか狙っていける環境にあると思いますので、まあ、そっちの方面はね、今後狙ってもいいし、まあ、ただこのカードでもね、まあ、十分リーグでもね、通用する可能性ありますので、まあ、ぜひね、えまあ、いい仕上がりしてるんでね、狙ってみてはいかがかなと思います。 まあ、クラちゃんは特にね、はい、えー、ここは推奨しやすいので、まあ、クラちゃん用のトゥーレル選手探してるんだったら、まあ、ここはゼがヒでも欲しいところかなと思います。はい、じゃあ続きまして5人目ですね。さあ、ここは荒木選手見ていきましょう。はい、えー、今回グレード89パワータイプで登場してます。スキル構成がスカイエンペラー、ハードタックル、インターセプト。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、ゼンパラ強化 A。 5打線がディフェンス20%プラス EP30% プラスのダブルセンス総合値6344のディフェンスが1663というね高い数値になってますはいということで荒木選手のカード評価していきたいんですがここはですねクラちゃんは8かないや8.5かないや8ではいでリーグは9で評価したいと思いますということで89評価になりました見ていきたいと思います ま、まずは、クラチャンですけれども、今回新スキルであります、スカイ・エンペラーですね。これ空中戦の最上位裏、裏 EP50% です。だから空中戦が絡めば稼げそうですね。はい。で、あと、ハードダックリ・インターセプトね。まあ、しっかりディフェンスアンシュ持ってるところは評価できると思います。で、ボナセもね、EP30% プラスありますから、まあ、評価的には、ま、空中戦 A とはいえね、ここ8ぐらいは、うん、あっていいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと展開にね、どうしても左右はされるでしょうが、まあ、空中戦しっかり絡む試合であればね、稼いでくれると思いますので、 そこに持ってはね、自信持って使っていっていいんじゃないかなと思います。で、リーグに関してはね、ま、ここ9評価にしましたけど、ちょっと迷いましたね。8.5。ま、でも8.5にしてはちょっと低いんだろうなということで、ま、9にしましたけど、ま、ここもね、ま、スキル順で言えばね、本当はね、ま、タックルとかスティール A で持ってくれた方が評価は高いんですけど、ま、ちょっと目に入ったのはやっぱディフェンチの高さね、これ1663高いね、数値ね。うん。で、あとボナー戦もね、ディフェン20%プラスありますし、ま、これぐらいのディフェンチあれば、ま、プラスアルファで仕上がりは、 まあ当然、求められるでしょうけど、まあタックルスティールの、ねまあ、やっぱ精度というのもちょっと高めに見ていいのかなと思うので、まあ9ぐらいの評価にはしました。はいまあ、ただですね、まあその自分がどれぐらいのカード持ってるかによるし、あと荒木選手の話で言うと、まあ、正直もうちょっと強いカード狙えるんじゃないかなと思うので、今後のことを考えると、まあ、ここで絶対取っとくべきかと言われると、まあ、そうでもないかもしれないね、実はね。うん ってぐらい、もともと期待値が高い選手、なんならまあ金旗級とかね、狙えてもおかしくないぐらいの選手だと思うし、まあ、ちょっと前半シーズンの離脱がちょっと響いてのこの評価なのかなと思うんですけど、まあ、本来もうちょっとね、まあ、グレード高い選手なんで、うん、まあ、出方によってはね、金旗とかも、まあ今の評価でもまあ全然あると思うんでね、まあ、そういったところを考えると、うん、まあどうかなというところですね、まあ、選手が良すぎるがためにこのカードじゃちょっと納得いかないなというところが。 まあ人によってあると思うんでね。まあ、そこを考えた上で狙うか狙わないか判断してみてください。はい。ということで、今回最後6人目見ていきましょう。はい。ここはウィリントン選手え。グレード95。パワータイプで登場してます。スキル構成がパーフェクトポストプレイ。フライングボレーシュート、ドライブシュート。チームスキルがスタメン、オフェンス強化。ボナー戦はキーピープラス。総合値6983のオフィチが1716というカードになってます。 はい。ということで、ウェリントン選手のカードね、評価していきたいんですが、はですね、クラチャンは、まあ、10でいいんじゃないですかね。はい。で、リーグは9で、はい、評価したいと思います。ということで、19評価になりましたが、えー、まずクラチャン面は、ここはやっぱパーフェクトポストプレイね、ポストプレイ上位で裏 IP50%。で、もともとポストプレイ系めちゃくちゃ発動しやすいので、まあ、これはもう稼ぎの起点にね、十分なり得ますね。 でこれだけじゃなくて、フライングボレーシュート持ってるので、まあ、フラスル系とかね、クロスサー系で稼げる選手持ってる人からすると、まあ、そこの、えー、結果のフィニッシャーとしてもね、見れるので、で、ベリント選手自体もね、稼いでくれる選手なので、非常にね、クラチャン使いやすい感じがします。で、ドライブシュートも持ってるということで、まあ、一応ね、まあ、中距離シュート持ってるんですけど、まあ、これはそんなに稼ぎの対象にはならないかもしれないんですが、まあ、特定の場面になった時はね、発動してくれるので、まあ、これもちょっとしたね、稼ぎにはなる可能性はあります。 で、ここにボナーセンキーピープラスついてるんで、も正直も十10でいいと思います。はい。で、ここはもうポストプレイヤーの価値がでかすぎるんでね。で、これにボレーでの稼ぎもね、上積みできれば、まあ十分に稼いでいってくれると思います。で、リーグに関してはまあ9ですかね。まあ8.5か9ぐらいかなと思いますけど、まあ一応ボレーシュート持ってるんでね、まあ得点の匂いもしないわけじゃないし、まあポストプレイも使いようによってはね、まあ得点の可能性もあるので、まあここに関してはまあプラスで見ていいのかなというところですね。 まあただ B のドライブシュートはちょっと打ってもね、可能性があんまりないので、まあ、あえて解放しないという判断もなくはないですけど、まあ、ただ今の環境だとまだ打って得する場面もあるからね、まあ、基本的には解放していいんでいいと思いますけど、まあ、そういったね、得点を狙える手段もね、一応持ってますし、まあ、グレードも高いんでね、オフィス1700あるんで、まあ、オフェよりに育てばね、育ったで、まあ、ボレーは特に期待できるようになると思うんで、まあ、そういった長所を活かせればね、まあ、十分リーグでも使える可能性はあると思います。 はい。ということで、なんとウェリントン選手95まで来ました。まあ、空中戦の勝率で言えばね、もうリーグ屈指ですから、はい。このグレード僕は納得できるんですけど、はい。まあ、素晴らしい評価をね、していただいて、コナミさんにはね、本当にありがとうと言いたいですね。はい。まあ、今年ちょっとアビスパ優 <laughs> 遇されてるような感じがしますけど、まあ、ここまでね、来ると、まあ、やっぱどうしても欲しいんでね、僕も狙いますけど、まあ、ウェリントンね、95、まあ、勝ち感,感じてる人、まあ、特にクラチャンでね、使いたいと思ってる人はね、結構価値高いカードになってます。はい。まあ、特にアビスパでね、 クラちゃん出ようと思ってる人は、これプラスのアドバンテージもありますからね。これめちゃくちゃでかいんで。まあ、ぜひね、狙ってほしいなと思います。はい、ということで、えー、今回はですね、えー、パート3かな。はい、ということで、えー、6選手紹介させていただきました。まあ、今回ね、久しぶりに、そうね、J1 多いね。J、えー、パート3で多分 J2 に入らなかったら久しぶりな気がするんで、まあ、ここからね、パート4、パート5は、 まあ残りね、まだね、サーガントスのキム・テヒヨン選手がいるので、まあ、そこプラスアルファで、パート4、パート5、えー、しっかりとやっていきたいと思いますので、そちらに気になる選手がいましたら、ぜひね、この後の動画、もしくはね、まあ、これまでに上がっている、ね、評価動画も上がりますので、ぜひね、えー、気になる選手いましたら、そちらの動画、覗いてみてください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここまです。します。バイバイ。